みなさん、こんにちは。ナイトだよ。よろしくね。ウィン。ちょめたです。早っ。ということでですね、最近駄菓子屋行った時に、はい、これ見つけて食べたらめちゃくちゃうまかったんですよ。懐かしい。これ知らない人いないでしょ。いないね。このパックに入ってこういうツルツルが入ってるグミですね。そうですね。名前はわかんないけどね。名前はわかんないけど。正式名称知らないんですけど。そうそうそう。これをちょっとアマゾンで大量に買ったんですよ。はい、小桜餅。これが多分ね、一番有名というか、ほうほうほう、そっから派生したのかわかんないけど、コーラ餅。フルーツソーダ餅、はいはいはい、青リンゴ、あー、別のメーカーなんだよね、みかん、ぶどうということで、僕グミ大好きなんですよ。これなんか餅って書いてあるけどグミじゃん。もう下手したら無限に食えるじゃないかなっていう。確かに。これ久しぶりに食ったんだけど、今のグミ業界の中でもトップレベルに美味しい。マジで？マジで。あ、じゃあもう可能性ないですよ。レベル高い。何個ぐらいナイトだったらいける？1200。なんで近く言うんだよ。いやでも200とかいけるんじゃない？200ぐらいいけるかな。多分前に普通のコンビニ行ってるようなグミの多い時多分120とかだよね。うん、そうだ。それで死にそうになってたから。そうだね。本当に無理はせず水もしっかり取りつつ、あー大切。90キロのデブはこのグミ何個食えるのかやっていきたいと思います。はい、オルタナチャンネル。じゃあまずこちらから小桜餅、もう手でいっちゃいます。あら、おいしい。いただきます。はい。うん、怖いんだこれ。久々に食うわ。うまいな。うまいでしょ。もうこういっちゃうからね。おお、大人食い。いきました。うまいわこれ。じゃあ次ソーダ。うん、うまい。もうきつそうや。いやもう俺はお腹減ってる。なんでだよ。これでもう10分。はい、行きました。20個余裕。コーラいきます。いいよ。コーラだけちょっと違うんだよ。さあ食感全然違うよ。だいこっちの方は、うん、はい、30個いきました。はい、青リンゴ。お、やっとたくさん集まった。子供が食べたこれ集めてます。いいよ、いいペース。はい、はい、青リンゴいいですよ。42個。全然いけるわ。全然いけるけどちょっともうクラクラしてきてるよ。はい、参ったな。それドクターストップだな。無理してるパターンだなこれ。まだまだいける。本当に無理しなくていいんだよ。はい、54個。折り返しです。早い早い。これで折り返しあったらクソつまんないところで。あ、100が折り返しか。そういうことね。ぶどう。はい。うん、何個これでも。66です。66。一番好きなのはソーダかな俺。だそうです。もう言うたらこれ砂糖の塊に食ってるみたいなもんだからね。そうだよ、砂糖を口にぶち込んでると一緒だから、うん、でも体に悪いことこそが人間の喜び、人間の喜び。あのね、画像コンテ出すけど、俺の甥っ子がアメリカの人形みたいなの。これ言ってる意味わかんないじゃん、うん、見えたらわかる。いきますよ。はい、これこれえ、あの子、あの子で、マジでさ、動画出てもらった方がいいよ。すぐこれ可愛いんだよな。ちょっともうギブかな。ええ、目を離した隙にギブすな。甥っ子の他の写真見たよ。あの、この前の店行った時の後店の灰皿を回し忘れて、ね、髪型ダサ。本当に丸焦げじゃない。お父さんメロメロじゃん。メロメロ。すごい。あ、でも可愛い可愛い可愛い。マジで可愛いな顔が。丸焦げちゃんなんだよ。いや、これは出てほしいわオルタナチャンネルに。そうだね。じゃあちょっと計画しよう。いや、マジで出てほしいな。106。いいペースですよ。ちょっと甥っ子の何か。甥っ子の。うわ、かわいいね。あ、もう伸びてきてんのかな。まだ全然伸びてない。やだ、猫ちゃんと。うわ、叩かれた。そんな叩かれるのある猫に。猫パンチ。やだ、キスしてんの猫に。なかなかいないよ。あらま、髪伸びてる時みたいな。髪伸びてる時はマジ可愛いよ。はい。お、続々いってね。126。髪が。これがね、髪の長かったのにさ、丸坊主になっちゃったな。なんでこの髪型一番可愛いのに。ね。子供のおかっぱほど可愛いのないからね、なかなか。あら、可愛いね、君。あら、可愛いね。
あれは焦げちゃったのね。この後に防水されるんだよ。何の動画だこれ。ひたすら甥っ子を可愛がるっていう。この表情怖いんだよ。絶望の表情してんだよな。なんか陰結んでるし。さあ順調ですよ。お、さらに増えた。え、めっちゃ増えた。146。96だ。あと4つでも200です。うん、さあ、いった。209です。いや、すごい。ノルマ達成。ちょっとあとはいけるとこまで。おー、まだいく。ちょっとクーラーの温度下げてもらって気合わせてきてるね。体のサインで。君が見せる仕草、こういう規制が出たら終わりに近いってことですから。もう見えてますよ。はいや、それは心配。いや、でもこうなっちゃうんだよ。頑張っちゃうけどね。霧のいいとこまでいっちゃうんだよ。229、239。じゃあ、あとこの12個入りのを食べればいいのか。そうだね。なんでなんで、クリームなんで、いたー。ガリッとガリッと食べちゃって、はーい、食べたいよ。さあ、飲み込めるか。歯に惑わりつくぜということで、何個合計。合計251個です。おめでとう。ここでストップします。 OK、 よく頑張った。全然まだお腹は余裕なんだけど、うん、まあ、ちょっとだけクラクラするっていうのがね、あのずっと続いてるんで、ここでストップしましょう。あと内藤も眠くなってきてるでしょ。なんでわかんだよ。いや、ずっと目がうつろですよ。この前に俺初の1曲って言うから。結果、このグミのやつは美味しいでした。うまみー。